今回はこれトラバって、はい、さっきちょっとお話ししてくれましたけど、はい、これはもう同じ歴史上のあれなんですか、設定なんですか。そうですね、若い時ですね、うん、トラバはちょっと前の時代です、ね、あ、そうか、これ18歳って書いてある、その設定、うん、これも全然あの本編見てる時分からなかったんだけどいや、そうか、こんな若い時なんだって、その後にじゃあトラバ のガラスオッパーの時の時につながるっていう、やっぱお二人でやって SF が好きっていうところで、じゃあちょっとトラバのあの世界の中でやっていこうっていうことで題材決まってったんですか、なんか。そうですね、なんとなくトラバではやり足りないっていうか、まああれはあの話です、うん、ちゃんと完結してるんですけど、本当はあの先のことをやりたかったんだけど、あんまりにも規模がでかいんで、行く前の話ってことで終わらせてたんで、まああの話もやってもよかったんですけど、車を出したかったんで、やっぱりちょっと昔あの前にしとこうかみたいな感じで、私もちょっと前に見たっきりで、なんかどっかで見たの顔だなって思っていて、それでなんか改めて、あ、そうなんだ、そっか、繋がってるんだと思って、やっぱ車とかバイクってやっぱすごくどちらも趣味なんですか。これはもうお二人のなんかこういう、まあでも監督が好きですね、そうですね、車が好きですね。でもマッドマックス2とかやっぱりマッドマックスは好きなんですか。あ、好きですね、マッドマックス見てましたね、まあ、そういうなんかちょっとアメリカのマッスルカーみたいな感じの車を、使って主人公の車として、使わせてもらって、で、あとの車はもうでっかいモンスターカーみたいな感じのものを出せばすごく比較ができていいんじゃないかなっていうようなことで、使ってますね。でなんかマッドマックスの時代 の映画とかも好きですし、その辺のなんか雰囲気が出ればいいかなっていうので、結構あの石井さんからいろいろこれ見ておいた方がいいよみたいなのを見せてもらって、あの、なんでしょうね、イメージの共有とかして、作ってきましたね。うん、やっぱあれですよ、マッドマックスみたいなニトロは必須ですからね、車で見たら ね、あのなんかブースターで加速するっていうのは、そうですね、思いますよ、やっぱマシンはやぶさとそういうの好きだったりするんですか。なんかマッハ5号とか、はいはい、あのチキチキマシンモーレースとかもなんか多分この系譜に入るのかなと思ったんですけど、そうですね、完全に同じジャンルですよねチキチキマシンモーレース、ね、チキチキマシンを真面目にやりましたみたいな大人っぽく、でも何でもやっていいっていうのはね、そうですね、すごく魅力的な。これ小池監督は本当に、あの物の動きつけるとき、これ、川尻監督か、まあなんか、あのスピードが増すときにちょっとなんかあの、曲がるっていうか、そういうのってあると思うんですけど、なんか今回のレッドラインとかでもう本当にあの物が伸びる感覚とか、あそこら辺っていうのはイメージってスタッフの人に伝えるって相当難しかったと思うんですけど、気持ちいいぐらいまで、どういうディスカッション、あれどうですかね。うん、まあなんかグニョーンって伸びるんだよっていう話をしたと思うんですけど、あのちょ重力に下がる感じで伸びるんだよみたいな感じで説明させてもらって、で、あのレイアウトっていう形で書いてもらうんですけど、やっぱちょっと足りないですよね。そうするとやっぱあのイメージを伝えるにはもう書いた方が早いっていうのがあるんで、その上にあのちょっと修正の絵を乗っけさせてもらって、でこんな感じでお願いしますって感じでことを戻してって言われてこんなことなんですかみたいな感じで、そうするとほぼ前編結構ご自身でこういう感じなんだって、もう全部絵として説明したっていう、そうですね、結構多かったですね。でもそれはやっぱ前半の方 でフィルムが上がってくるとだんだん分かってくるじゃないですか、スタッフも、この作品がこういう感じなんだっていうの分かってもらえたんで、で賛同された方がもう最後まで付き合ってくれて、作ってきたっていうことを感じですかね。今回なんかもう手書きだっていうことをすごくもしてるじゃないですか、そうですね、それは本当にやりたくてやったんですか、なんかやらせてくれるから、あ、そうですかって感じだったんですか、なんか。そうですね、なんか、まあ、自分が子供の時に見てたアニメーションっていうのはやっぱり手書きのアニメだったん で、はい、 その感じを今の子供たちにも味わってもらいたいっていうのもありますし、まあ、自分もそれがやりたくてこの業界に入ってきたっていうのもあるんで、今の技術でできることをやりたいなと、その時にCG だとどうしても自分が気持ちいいなっていう風な形のものって、あんまりないなって思ったんで、もう気持ちいいんだけど、もう一押ししてくれるような感じの、そうなんですね、もう間違ってないとやっぱ面白くないんですよ間違って感じっていうか、当たり前にいきそうなんだけど途中から
失敗してますみたいな感じが実は良かったりするんですよ。あの人間の脳としての気持ちいいっていうか、はい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 、そういう部分をあの計算しながらっていうかあの作っていくのが面白いっていうか、なんかあの見た目で面白いっていうのをどこまで突き詰めるかっていう。そうですね。全部が崩れるとあのそれが当たり前になっちゃうと面白くないし、うん、ポニョのラストで車走るじゃないですか、はいはいはい、あれ CG だったら 最低ですよね書いてるからおもろいっていう、車が、はいはい、うん、あもう出来上がった作品見た時にあのやっぱあくまでもあの本当にストーリーとか、はい、その世界観とか、はい、そういうのを作られたじゃないですか、うん、石井監督とすれば、うん、出来上がったものがある程度もう経過とか見て完成品を見た時にどういう感想をお持ちでしたか、レッドライン。すごいなと思って見てましたこれ本当にできるのかなみたいな最初にちょっとじゃあこういう感じでやろうっていう時にできるのかなっていう疑問はすごくあったんですけど、やっぱりいやいや全然小池監督が、はい、あの本当にやりたいようにやればいいんじゃないかなみたいな感じで、だから僕は本当にトレーラーっていうのをだいぶ前に作ったんですけど、うん、2003年か4年とかですかね、はい、他のぐらいに飛んでもいいかなみたいな感じで思ってたんですけど、さらに書き込みが激しくなってきてこれイラストやんみたいなのが動いててこれは最後までどうやっていくんだろうなみたいな感じで言ってました。今回あの海外の映画祭の方で先にこれ出されてますよね。そうですね。だから向こうでの反応どうでした？結構でも若い子たちはすごい興奮してましたけどね。うん、そうですか。日本のやっぱアニメ好きの人とあんまり変わらないぐらいの感じでしたね。やっぱ見てる方はやっぱりいわゆるそのなんかあんまり言い方ない、まあ、日本製のアニメが好きな方が来た、それでも普通の映画祭だからなんかあの映画が好きな人見に来たんですか？そう、私なんだろう。でも一番最初にロカノでやって来た子たちは、映画作ってる子たちでしたね。なんかね、そうですね、確かね。で、まあ、アメリカの多分20代中盤ぐらいかな、映画作ってる子たちが小池さんのところに来てなんか、もじもじしながら、ちょっと前橋どうしようかみたいな。やっぱ社員なんですね、それぐらいは。どういう感想で言ってきたんですか、向こうの映画でも、あの待ってましたみたいな、うん、やっと作って完成しましたねみたいな感じで、そういうところもあると掴んでて、そうですね、喜んでくれてよかったですね。だって2003年、僕はチャナジで行った時にカンヌに、はいはいはい、もうセールス始めてましたからね、それ、あ、動画流してましたからね、はいはいはい、これいつやんだいつやんだみたいな話になってて、うん、7年経ってますからさすがにもう7年のね、何本撮られてましたっけね。そんなことないソエスの森と山のあなたとか、うわー、でも実践作も撮られてます。あ、そうですね、ソラソイっていう実践作も撮られてます。そうですか。なんかいつも作品、特にアニメーションになった時に、はい、そのなんですかね、この様式美的なこのエロだったりとか、はい、その突っ張りとか、はい、なんかそこら辺の感じっていうのはなんか、はい、そのなんですかね、見ていて普通のこれ悪いみたいじゃなくて、なんかキャラクターのなんか心理面のところがまずあるようなところがよりはさ、やっぱりなんかいつも拝見してるとなんかその、はい、なんか見ていて楽しい絵から始まる。その後なんかいろいろと設定がついてきて、うん、キャラクターのなんかところが面白くなってくるんですけど、うん、それはやっぱりなんか小池監督のやっぱ趣味っていうかセンスですね。そうですね、趣味はありますね。あのやっぱ洋画とか僕好きでよく見るんで、そこに出てくるやっぱ女性とか魅力的だったりするじゃないですかね、エヴァグリーンだとか、はいはい、あの特にあの何だっけな、オゾン監督のフランス映画で、はい、スイミングプールってやつがあるんですけど、 あれのジュースがすごい可愛らしいんですよ、うん、はい、ああいうなんか佇まいとか、ああ存在感とか、はい、そういうのがあのアニメーションでも表現できないかなっていうようなことで、あの、うん、ヒロイン像とかビジュアル的なものはかなりあの映画の影響はあると思います。あの、うん、ヒロインに関しては女性をエロティックにやるときは、うん、あのどこの部分を一番気合い入れるんですか？目線だったりとかいろいろ人によって変わると思うんですけど。ありますね。あの、まあ、粘膜、目とか唇とか、うん、そういう部分はかなりあの色気を感じるっていうか、やっぱ表情も出るじゃないですか。 目も出るし口元も出るんですよね、表情が、うん、そこに
ちょっとあの生々しい感じとか、あの魅力的なものを感じますね。うん、とは、うん、女性の佇まいのシルエットですかね。はいはいはい、うん、なんていうか、あの手の交差の仕方とか足の交差の仕方とかそういうところに曲がり具合とか、うん、あのあ、うん、すごく魅力を感じるなと思って、あの女性を描くときはすごくイメージしながら描きますね。うん。